皆さん、こんにちは。ひろきたかしのマーケットトークの時間です。この間の、っていうか、評価順っていうんですか、このボタンがね、2つあって、投票順と評価順っていうのが2つあって、で、評価順だと、こう、皆さんの、こう、いいねっていうハートマークがついてる。その順番でこう読んでった方が、やっぱり皆さんのその質問の興味っていうか、の高い順にですね、回答してた方が、まあ間違いないだろうということでやってったら、なんかどん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 こう押されると、なんかこう、なんていうんですか、動いちゃうっていうんですよね、このコメントが、チャットが。そうすると、なんか僕がどこ読んでるのか分かんなくて、なんかそれ見づらいとかいう声があってですね、こう探してるの、あれどこ読んでるんだろうって探すのがもう大変だみたいな、いうことになって、じゃあ、まあ今まで通り、投稿していただいた順番でいけば、順番が変わりませんから、そうすればいいのかなと思って、じゃあちょっと今日はそれでやってみようかと。ではまあ元の通りってことですよね。で、心は広き、志は高橋さん、ということですが、現在104円台前半まで円高となったドル円ですが、年末に向けてのドル需要は為替と株式市場にどのような影響を与えますか、また年末までドル円の推移はどのような展開になりますかということですけど、為替はですね、もうその金利差じゃほとんど動かないですよね。まあ、要は金利がゼロですから、政策金利がもうほとんどゼロでベタで決め打ちなんで、金利差じゃほとんど動かないと。じゃあ今何で動いてるかっていうと、アメリカの財政不安ということですかね。結局その急激に今アメリカの財政赤字拡大して、 GDP 比でいうと15%を超えてるんですね、財政赤字が。で、これって戦後最悪なんですよ。で、 バイデンになったらもっと大変だっていうことで、バイデンも大々的な10兆ドルですかの財政出動みたいな話をね、してるんで、この間、モーツァルトで一緒になった吉崎さんが、バイデン倍返しで覚えてくださいって言われたんで、もうすっかり刷り込まれて、吉崎さんじゃねえや。鈴木さん、三菱 UFJ のすっかり頭に残ってますけど、5兆の歳入に対して10兆の、歳出増だって言ってるわけですよね、まさにバイデン倍返しなんですけど、ところがじゃあトランプはどうかって言ったら、トランプも出すんですよね、結局、トランプがやろうとしてる財政政策とバイデンってそんなに変わらなくて、まあ、要は民主党の方が大きい政府とか言われてるけど、結局、共和党のトランプになったところで、このトランプの4年間で、アメリカの財政赤字や連邦債務というのは膨らむだけ膨らんできてますから、まあ、結局もう来年以降ですね、また大々的にアメリカの財政悪化しそうだっていうことでですね、今ちょっとドルが軟調になってるんだと思いますね。ということで、この流れは多分大統領選で決着して、決着つかないっていうこともまたこれもまた不確定要因でドル売りの材料になるので、どっち転んでもですね、年末まではドルは軟調で推移するんじゃないかなと思います。 アルファが大事さん、欧米で新型コロナの感染が拡大し、弱音が重いです。米大統領選も結果が出るまで時間がかかりそうなので、全体的に弱音が重い展開がしばらく続きますが、その中でも狙い目はやはりマザーズ銘柄とガーファムでしょうか。まあそうですよね、全体的に弱音は重い状況になってくるだろうと。特にその大統領選が終わったと決まらないから、そこが多分話題の重い展開なんじゃないかなっていうね。ただまあ最長12月の6日ぐらいまででしょ、どっちにしろ。結局前回の最高裁が、もう最終刑やめろって言ったのは、選挙人の投票日で切ったんですよね。で、結局そのアメリカの選挙制度、大統領選の制度っていうのは、選挙人を奪い合うやり方ですけど、じゃあどうしてそんなことになってるかっていうと、要は昔の名残なんだけども、結局 ではその選挙人というのは何かというと、みんなの代わりに選挙に行ってくれる、選挙というか投票してくれることを人を選挙人というわけですよね。
でそれを奪い合ってるわけ。要は広くてみんなが投票で行けないから選挙人を選ぶみたいな格好になって、でだからもう別にその州ごとに割り振られてる選挙人をの数を取ればそれで大統領は決まるわけですけれども、総得票数じゃないんで、だから前回はヒラリーがまあ総得票数で多かったんだけどトランプが勝ったっていうのは、その選挙人を取るっていうその州で総取りですから、そういうようなシステムだったです。でもその実際昔の名残でその選挙人が投票するって日っていうのはあるんですね。これは12月の6日とかなんだっけな、今年は確かそんなもんだと思うんだけども、そこで多分その区切るでしょ多分ね前回の例を踏襲してですね、まあ、あるいはもうひょっとすると接戦州でバイデンが勝って、まあ、トランプはごねて、負けを認めない敗北宣言出さないかもしれないけれど、でももうマーケット、それで多分マーケットはおそらくひっくり返ることはないだろうということで、多分もうバイデン勝利っていうところをどっかでマーケットは見切って動くんだろうと思います。まあ、そういったことでちょっと決まりそうにないので上値は重いとは言いながらも、やはり実はそういったところにあんまり関係ないマザーズっていうのはいい選択肢だと思います。ということで、なんかマザーズの質問が金橋さんから来てますが、マザーズ指数が急落し一旦落ち着いたように見えます、また上昇基調に戻ると考えていますが、決算金利動向大統領選などの影響で一段安もありえると感じています、ご見解いかがでしょうかって。まあ、マザーズの調整は僕はもうここで調整一巡っていうふうにこの間の、週刊展望で書きました。1200ポイント一旦割ってすごく大きく下げたところで下ヒゲで瞬間的に1200ポイント割って1199でザラバ安値つけて、でこれで下げ調整終わりかと思ったら翌日ドーンと下げてそこ割っちゃったんですよね、終値でね。でも要はその1200ポイント割れが意識されてそこから陽線で切り返したっていう格好になってるので、やはりこれでこの1200っていうのが調整のめどっていうことで今マーケット多分すり込まれてると思うので、まあ、ここでやはりその調整完了感というのは出てくるんじゃないかなと思います。不適切おじさんさん、富士通の株価がサイズに急落してますが今後の見通しはいかがでしょうか。まあこの上期の減益っていうのが嫌気されて、まあ、決算の内容はそれは確かに悪いんだけれども、どう考えてもそのやっぱりこの、DXデジタル化の世の中っていうのがしばらくトレンドとして続く以上は、まあここの富士通 NEC っていうのは2大銘柄ですから、 5G とかそういったことを考えても IoT とか働き方改革とかいろんなことを、ソサイティ 5.0 とかいろんなキーワードをぶち込んでも全部に関連する、まあ、ど真ん中の銘柄なので、でまあ、今回その官庁向けのビジネスが不調とか、あるいは顧客の IT 投資が手控えとかコロナが手控えって、これ結局やんなきゃいけない話ですからね。で今これで滞ってたらまたこの後その今菅政権が思いっきりデジタル庁つって、特にその観光庁主導でそっちから変えようとしてるじゃないですか。だとするとここで遅れたのは後でドッと出てくるわけですから、僕がこんな押し目があったから、今日1位テンパーも下がったみたいです。今 5% 安ぐらいなんですかね。こんなところは僕は絶好の買い場だろうと思いますけれども。桑名の美穂ちゃんさん、直近の日経平均の出来高は長期間2兆円割れて弱含みですが、今後の第二四半期決算をきっかけに上昇するでしょうか。個人的には年内2万2000割れありと考えて、2万2000割れはないんじゃないかなと。まあ要は日経平均2万3000円っていう、今もう2万3500円っていうところを中心にここ固めるレンジに動いてきてます。ちょっと前までは2万3000円台を固める動きだったんで、でもこれちょっとレンジが一回下離れしたとしても、今度また要は2万3000円というところが、まあ、かなり鉄板というか、行くとしても2万3000割れで押し目買いだろうと思うので、2万2000割れは僕はないなと思います。まだ要は突発的なことがなければってことですよ。だらだらと言って軟化してっていう、そういうような流れではないんだろうと思いますね。
むしろその決算発表を通過して上の方向、大統領選終わって上っていう方向が多いんじゃないかなと。まあ今日新聞に書いてあった通り、過去10回の大統領選はっていうのは、まあ要は過去40年ってことですけども、大統領選終わった11月あるいは年内いっぱいって見ても全部上がってますから、唯一の例外がリーマンショックの時だけなんで、だからまあリーマンみたいなことがあればですね、別ですが、そうじゃない限り大統領選が終わるとその不透明感がなくなったってことで年末ラリーっていうのがこれまでのパターン。ただ今年はさっきから言ってるように決まらないから、大統領選終わって不透明感がなくなって11月の株高っていう、そのストーリーもちょっと今今年は危ういんですけど、どっちにしろ決まるんだということを考えれば、まあ決算発表もうここ来てる村田製作所の電子部品だとか、日本電産だとか、まあ、そういったものを中心に業績は悪くないと思うんでね、これが終わったら今後は上じゃないかなと思います。一回ちょっとじゃあ心はひろきさんは一回お答えさせていただいたんで、一個にしていただいて、武藤さんもいっぱいいただいてるんですけれども、富士通はさっき話したからネットワンですか。ネットワンの不祥事ってこれ新しい話なんですか。要は1年前の、東芝の子会社だとかなのかな、あの不正の話がまた蒸し返されてるんじゃないですかね。また新たな不祥事ですか。なんか決算発表延期っていう話で、その社員のが絡んだ、資金の不正な資金のあれを精査に時間かかるからってことなんですけど、まあ、確かにガバナンスの問題っていうのはその嫌気はされるんですけど、書かれている通り不祥事の暴落は買いですが、中身がなによりますね。結局ネットワンの技術がどうのこうのって話じゃなくて、そういうのに不正に絡んだ社員がいるっていう、多分そこだと思うんで、まあ前回1年前もしばらくしてまた一気に株価がまた戻ってきたように、今回も多分そういうふうなことになるんじゃないかなと思います。ということで、武藤さんはちょっと一回お休みで、香港の小僧さん、バイデン優勢により赤字国債発行が増えると想定されたことを受け、米長期金利が急上昇後、感染拡大のリスク回避で 0.7% 台に下落しています。政府は非対面営業で好調か、また今後の長期金利の見通し政府は非対面営業で好調かは、まあこれはそうじゃないと思いますけれども、今後の長期金利の見通しはどうしてもやはりそのさっき言った通りアメリカの財政の問題が意識されて、じりと上がっていく可能性が高いです。それがやっぱりすごく相場にとって、リスクだろうと思います。泣きずなさん、日本株が米株に連動せず底堅いのはなぜか、一方バネが重いのは米株が不安定だからか、さらなるバネの要件と見通しは何か。底堅いのはまず一つはその欧米が逆にこのところ急落しているのは感染者数の急拡大ですよね。スペインがもう一回非常事態宣言出した、パリが夜の、6時以降かな、ってことは実質上夜のレストランは営業できない。アメリカは1日の感染者数が8万人、もうこういうようなことになると、もう一回コロナの今ものすごい波が来てるわけですよね。それに対して日本は全然でしょ、全然抑えてるでしょ。もう本当に東京100人とか全国でも4、500人とかっていう、もう桁が2つぐらい桁が違って、もうずっとキープですよね。しかも重症者数とか全然ないでしょ、うん、だからまあ本当に語弊はあるんだけれども、ブラジルの大統領はコロナはただの風邪って言ってすごい顰蹙買いましたけれども、少なくとも日本に関して言えば、そんなにもうその恐れるに足りる感染症なのかなってことですよね。だからまあ感染力が強くてすごくかかってるんだろうけど、まあでもそれがただの風邪とどう違うのって話で、つまりかかりましたと。
じゃあなんか病院行ったら、じゃあ安静してくださいっていう世界になって、それで治っちゃう人がいっぱいいて、もともとその、基礎疾患がある人とか高齢の人とかそういう人がかかると、まあ、重症化のリスクが高いっていうことですけど、実際今重症になってる人って、今現在重症者って 何人ぐらいですか。160人ぐらいでしょ、日本全国で。でだからみんなその入院しても退院して治っていく人とか、まあ、そういうのがすごく多くて、でおかげでインフルエンザが通常の年の発生に比べて今ものすごい低いんですよね。だからそういうことも考えると、トータルで、まあ、やっぱり非常に、まあ、うまくこういうその感染リスクとか、まあ、そういうものって日本は抑えられているので、で一方で GoTo キャンペーンとかもう予算なくなっちゃいましたみたいな話じゃないですか。とかあと取れないとかね、実際に実際にどっか行こうかとか言ったって取れませんっていう、売り切れというか予約がいっぱいでって、そういう話でしょ。 GoTo とかものすごいこう大繁盛しちゃってるわけですよね。そういうことで感染をうまくコントロールしながら経済政策で経済を回すっていうことができてる国だっていう、これはやっぱり全然違うっていうのが一つ。それから、まあ、決算発表が始まって、初っ端の村田、ローム、まあ、そういったその電子部品株が、まあ、みんな好調で、村田が20年ぶりの IT バブル以来の高値まで買われるとか、日本電産のね、これもまた 増額修正とかで、ここのところ出てきてるのは、まあ、例えば昨日の富士通はちょっと残念でしたが、まあ、信越化学だって案の定そこが大決算で、非常にやっぱり決算が良くて、少なくとも最悪だった、まあ、こんなこと言うとキャノンでさえですよ。キャノンでさえ減益幅がまた縮小してると、要は上振れてるっていうねことなので、まあ、最悪だった46からはすごく改善するっていう、その業績が一つでしょ。あとはやっぱり政権への期待で、まあ、結局その規制緩和に取り組む政権でマザーズが非常にこう買われてみたり、そしてその首相の所信表明演説では、その温暖化対策、再生エネルギーって話もこう大々的に出てきたから、昨日とか見るとレノバとかね、ウエストホールディングスとか、まあ、要は再生エネ関連銘柄がもう吹き飛んでましたよね。なんかそういうその環境関連ってやっぱり日本はすごくやっぱりいろんなその裾野が広いで、それ言っちゃうと今日の例えば、中国の環境者っていうエコカーっていうのが2035年って話が出ていて、まあ、これはねまだどうとも捉えられないし、バッテリーのとかも完全に日本はもうダメなんだけども、結局環境車ハイブリッドはじゃあトヨタはじめ日本が結構お家芸っていうか、まあ、得意とするところだから、そういうようなものとか、まあ、ここのところはその結構自動車産業が結局その中国の環境車でいいよって話になると、自動車産業って裾野が広くて、そこに関連してる銘柄って日本いっぱいあって、さっき その電子部品だって結局車が好調だからっていう部分もあるわけでして、でそういうようなことじゃないですかね。要は欧米対比、コロナがうまく抑制できてます、経済対策が打ててます、決算が出てきたら、まあ、そこそこ序盤戦でいいのものも散見される、で、まあ、環境っていうその分かりやすいテーマが出てきて、まあ、こうするとやはり日本企業いろいろ幅広く今後いろいろビジネスチャンスもあると、まあ、そんなようなムードが底堅さの背景だろうと思います。株之助さん、今年4、9月期の連結営業利益が前年同期比 12% 減だった富士通、これちょっとその富士通の話をさっきしましたが、信越化学も売られたっていうのはちょっとねあれですけども、ナスダックが堅調なことを考えるとおしめ買いでよいですか。まあだからさっきも言った通り、ここは僕はいい広めだろうと思います。アットスペースさん、コマスオリックスを保有しています。今後の株価見通しを教えてください。いや、コマツは厳しいけども、まあ、だから一番厳しいその景気のところが過ぎてるんで、まあ、こういうグローバル景気敏感株みたいなのは、いいんじゃないですかね。引き続き保有で。オリックスは、株主優待が面白いですよね。商品券が選べるっていう、持ってるあれによって商品券でなんか選べるんでしょ。確かカニだかなんだかよくわかんないけど、まあ、引き続き優待狙いで保有されたらどうでしょうか。
元気な投資家さん、菅首相の2050年 CO2 ネットゼロ、車 EV 先行している日産株価への追い風となる。日産はちょっと別なところを探った方がいいと思います。ポンポンさん、日経平均で来年前半まで押し目があるとすればどのタイミングでしょうか。まあ大統領選だけど決着つかないで、そうみんな投資家が嫌気して売られるっていう、そのあたりじゃないですかね。あとは問題はその、まあ、例えばバイデンならバイデンになりました。でそこは多分ブワッとまた分かって、最初はご祝儀っていうわけじゃないけども、景気対策が打たれるっていう、それを交換してガーッと変われるかもしれない。でもさっき言ったように財政赤字がもう巨額に膨らむっていうことになって、ドル安につながり、それから米国債増発で米国債も売られ、悪い金利上昇みたいなのともなると、ドル安米国債安株安のトリプル安がアメリカで起こって、そこで連れ安してに日本株も売られるっていうシナリオがあるかもしれないですよね。ただ逆にそれって、まあそれで売られるんだったら日本株は買いのチャンスですけどね。ただ日本は別に財政とかそういうこと関係ないのでっていう話です。サリーちゃんさん、欧州では混乱感染の再拡大で市場は売られていますが、ドイツダックスの押し目買いのチャンスですか、それともまだ様子見が良いですか。結局ドイツダックス買うってことはサップを買うってことですね。ダックスの最大の構成銘柄はサップ でサップが売られたのは、その要は IT とか、まあ、こういうソフトウェアってコロナに強いって見られてたわけですよね。 GAFA の連想もあって、まあ、連想だけじゃなくて本当に強いってことなんだけど、でもやっぱりそのコロナがサップの顧客もやはり投資手控えみたいなことをさせてしまうっていう、さっきの富士通と似たような話ではあるんだけども、だからそれでこう売られてるんだけど、結局じゃあどこ行くかっていうと、ここしかないんですよね。テクノロジーであり IT でありソフトウェアであり、無形資産であり見えない資産で稼いで、まあ本当に僕はこれからの時代はやっぱりこういうサップみたいな企業としても本当に強いし、すごくそのなんていうんですか、エクセレントですよね。エクセレントカンパニーですよ。一緒に本を書いたりいろいろやったりしているエーザイの CFO で柳さんとかね、よくサップの例なんか出しますけど、本当にそういった意味じゃガバナンスなんかも聞いていて、ESG という観点からもいいんじゃないかなと。だから、まあ、ドイツダックス、買いチャンスじゃないかなと思います。柴犬ちゃんさん、みんなサリーちゃんとか柴犬ちゃんとかちゃんがついてますけども、JR 東日本、西日本の下げ止まりと上昇の目安はいかがでしょうか。やっぱりちょっと厳しいですよね。だから何もこう厳しいとこ厳しいとこ、まあ、逆張りで買わなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですけどね。ただJR は、どこで下げ止まるってこればっかりは分かりませんが、ポテンシャルはいいですよ、すごく。こういったところは空運とかと違って、まあ、要は国内だから、で国内は人動いてるじゃないですか。だからまだそのビジネスで東海道新幹線が満員とかね、まあ、JR 東日本は東海道新幹線関係ないけど、そういうようなことにはなってないけど、まあ、GoTo がで人は動くし、まあ、コロナも今言ったように日本はもうほぼこれは封じ込めで、多分もうこのまま行けば日本は大丈夫っていうことだと思うんで、だからやっぱりドメスティックな陸運はいいんじゃないか。プラス不動産がやはりそのいっぱい持ってますよね。アトレとかルミネとか総焼きビルとか、まあ、だからここは逆に商業施設っていうことでネガティブなのかもしれないけど、これからのそのデジタル化、それからソサエティ 5.0、まあ、こういうような社会のキーワードはビッグデータなんですよね。でどれだけデータを集められるかっていうのはまず重要で、本当に重要なのはその集めたデータを何に使うかっていう、そこはまたもっと重要なんだけど、とりあえず最初のハードルは JR 東日本は
スイカとかで結局人の流れのデータとかで、スイカで買い物とかのデータとか履歴とか、そういう顧客情報の一時情報のビッグデータって、これもうものすごい価値ですからね。今もうデジタル資本主義、データ資本主義って、まあ、資本主義っていうのはそのお金がお金を生む、資本が金を生む、これが資本主義なんだけど、今デジタルやデータが金を生む時代になっているので、デジタル資本主義とかデータ資本主義のやっぱりその一番の情報収集できるそのプラットフォームを持っているのがやっぱり JR、 プラットフォーマーですよね、言ってみれば。なので問題はそれをどういうふうに今後展開していくかってことなんだけど、そういう意味でポテンシャルがすごくある企業だろうと思います。マネ太郎さん、全日空について見解を。私は会社として良い判断だと思うし、今後様々な業界で同じようなチャレンジをするのではと思いますが、株価はあれですかっていう。まあ、僕も全日空のスーパーフライヤーズのメンバーで、ずっと前から全日空のゴールド会員だから、まあ、本当に全日空には大変お世話にはなっているんですけれども、まあ、会社としては良くても、投資対象としてはやっぱりちょっとダメでしょう。と思います。航空業界っていうのはそういう業界としてちょっとどうなんだろうってとこありますよね。半沢直さん、業績は悪くないのに足元の相場が軟調な理由は感染者数の増加だけでしょうか。欧米のねってことだと思いますね。だから欧米の感染者数の増加プラスアメリカのその大統領選の太もめ要因みたいな、そんなところだと思いますね。アゴーラ100円超えさん、ひろきさんがマザーズ指数は1000人ポイント、あ、これこのさっき言ったやつですね。1000人ポイント、1200ポイントが下にと。まあ、また、いや、下降トレンドじゃなくて、ここで調整は僕は、一巡してると思います。MA さん、ほや、ここで売るべきか、ホールドか迷ってる。いや、いい株だから、ホールドでいいんじゃないですか、と思います。ひろこさん、ニーサーフが90万ぐらいあるんですが、何がいいですかね何がいいんですかねニューサーフからずっと散々ここで出てる富士通だとかね。まぁ、ちょっとネットワンは、あれ、あ、富士通も高いのか。無理だね。ニーサーの90万じゃ買えないのか。まぁ、なんか、90万で収まるデジタル関連銘柄。あれはどうですか、ネットワンってこれいくらするんですか。ネットワン3000円ね、これとかね、さっき急落してるからニーサで、とかこんなところはいかがでしょうかとか、あとはやっぱりさっきも言いましたけど、そのレノバとか、あ、また今日も続伸か、レノバとか、ウエストホールディングとか、まあダメだ、また今日も続伸だっていうね、まあ、こういう、まあ、再生エネルギー関連の押し目を狙うとかですね、まあ、そんなところで、ご検討してみたらいかがでしょうか。金橋さんって一回話したんだっけ、なんか最初の頃に似たような。ありますね、なんか神経衰弱みたいになってきます。トシさん、大幅安ですが、日本円指数はいかがでしょうか。 NTT でいいと思いますよ。こういうシステムとか、経営大手は、僕はもう、ど真ん中の銘柄だと思います。はい、ユニシス、まあ、でもユニシス、まあ、NTT データの方がいいと思いますけど。斉藤雄大さん、日銀が筆頭株主の企業が増えていて、世の中の世界中の傾向だという記事がありましたが、出口のシナリオはどうなるのでしょうか。いよいよ藤巻理論が現実味を帯びたみたいな。ちょっと藤巻さんのは、まあ藤巻さんで置いといて、まあ、あの人はあの人なんで、まあ、好きなこと言えばいいんだけど、まあ、そういう財政破綻とかはないので、まあ、それは別にこう全く現実味のない話で、まあ、面白おかしく聞いとけばいいわけですけれども、まあ、それは置いといて。で、日銀が筆頭株主の企業なんて一個もないですよね。当たり前ですけどね。だって日銀は株買ってないから、株主になってないので、ETF を買ってるだけでしょ。だから日銀が筆頭株主っていうのは、それは全くおかしい話でして、だから議決権行使もできなければ、何にもできないですよね。ETF 買ってるだけですから。
なので、だからそれもちょっと置いといて、だから実質的にという言葉をつなげば、まあ、日銀が一等株主っていうふうに見えなくもないですよね。でその日銀が持っている ETF のエクスポージャーでその計算すると、実質的に日銀がエクスポージャーを持ってるってだけで株主にはなってないから、ここはもう本当に全然大きな違いですからということです。で、出口のシナリオは別に出口なんかなくってもいいじゃないのっていうのが僕のシナリオ言い分で、でもよっぽど出口が欲しければどっかでバブったら、まあ、今みたいに金余りでこんなことになってきたらバブルの可能性もあるので、バブル時に日銀は逆に冷やし玉として放出すればいい。つまり買っても全然効きませんけどもね、これ日銀で買い上げられてて株価が歪められてるとかいうわけのわかんない理論もあるけど、全然そんなことない。だって実際上がらないじゃないかと、今度だけ買っててもという話なんだけど、じゃあ万が一で今度は逆に株価が上がりすぎちゃって過熱しすぎちゃってバブルみたいなことになっちゃったら、日銀を売りゃいいですね。それが冷やし玉になるから。で、逆にそういうところが来ないんだったら未来永劫持ってりゃいいじゃないかと。別に国債みたいに償還されるわけじゃないんで、ゴーインコンサーンですから償還がない。で、これだけ低金利の時代に ETF だって分配金払うんだから いいじゃないかって話だよ。持ってれば十分じゃないかっていう話で、配当利回りとか取りながらという話なので、別に無理に出口で出る必要ないだろうと。で、本当に出口で出なきゃいけないようなバブルのような兆候になれ、冷やし玉として使えるんだから、こんな金融政策の手段を持ってる中央銀行は全世界に日銀だけなので全然よろしいんじゃないかということと、あとはまあいろいろあるんですよ。僕もいろいろいろんな人と話してるんだけど、まあ第3のファンド作ってそこに拠出して、で ETF ばらして、それ企業の自社株買いで買わせるとかね、市場外で安くね。そしたらもう企業も安く自社株買いができるし、日銀も出口が出れるし、みんな、ハッピーじゃないのみたいな話もあるとかないとか、まあ、いろいろありますけれどもね、あんまり気にする話じゃないと思います。ということで、ちょっともう時間になってしまいましたけれども、また来週のこの時間にお目にかかりましょう。さようなら。